はい。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 ただ回してる螺旋状に、ね、少しくるっとこう、ここのところに最初段が押されちゃう、止まるところに、これちょうどマッチを吸った状態の火がついた状態の、これは出しの汗を出して、これ引いてもいい、これ引き出しして出してもいい。で、ここに回す。はい。展開。そう。全然全然そういう連絡してこないから。はい。今日はそこで、こういうテーマ。まだこの子と私の手っていうのはこういったのこの子いってこの子を押すみんなのはこう転換してもこういう手だからこの手スプーンみたいな手してるときは持ち上げてもらうこれ上がるの相手が持ち上げようとすると上に上げて持っていかれるはいどうぞって言った時一番いいこの時はダメなんだ。だ手の使い方、合気道がしっかり開くことみんな持ち上げてどういう持ち上がってるこれが手のひらがずっと手のひらがここが出るっていうことはここが出るっていう腹が出るだみんなは腹が引っ込んでるこの時この腹が前に向くとこの腹が出るだから強いんだよそれでやってくる姿勢が良くなるちょっと姿勢も良くなるいいかもこのところで今の感じの出すちょっとねこのラインの腹が出る。ここでいると腹が皆さんは手首を持ち上げる掴まれたとこをやっていいですかこの母子球、小子球というのをドンと壁に突き当てるそうすると楽に入りが分かんない私にも分かりましたOh!
れるからだ。それでこういう計画さ、僕らを出すと。でもこの前に手相と。場所一番いらないんだよ。ね、見かけていいどうしてるの、何やってるの、引っ張ったかれちゃう。
Thank you.
私は反応を必要はしない。まっすぐだ。三角法を使っています。これから起きた、その時に入る。最初から後ろに飛んでいけない。どういうこと？三角法を作る。から、もうめんどくさいと。はい。めんどくさがってる。自分が本当に回転してくるんだ。こういう傾向が先に自分が回転してくる。腰に入ってくる。だからここで回ってちゃダメなの。固まって相手が逃げていってこのことしてしょうがない。相手が逃げた自分が歩かれてるんだ。追っかけてくる。そういう傾向しないようにね、できる。を稽古して、はい、呼吸法でもそういう呼吸法の稽古だ。呼吸の稽古だ。クッションボールをお尻にやると、うんうん、はい、はい、どうぞ。ありがとうございました。
ありがとうございました。